競泳男子100メートルバタフライでパリオリンピック代表になった真岡市出身で新潟医療福祉大学職員の水沼直樹選手がきょう真岡市役所を訪れ石坂新一市長にオリンピック出場を報告しました真岡市のイメージアップやスポーツ、文化の振興を図る真岡市アンバサダーに任命されている水沼直樹選手は 市役所正面玄関で職員から歓迎の出迎えを受けましたままま水沼選手は先月行われた競泳のパリオリンピック代表選考会で男子100メートルバタフライ決勝で2位に入りパリオリンピック出場権を獲得しました東京オリンピックに続いて2大会連続の出場となります またパリオリンピックの競泳日本代表の首相を務めることも決まっています水沼選手は石坂新一市長から花束を受け取った後パリオリンピックの出場権を獲得してもう市に戻ってきましたいろいろな人たちの応援が背中を押してくれましたパリに向けてもうひと踏ん張り頑張りたいと報告しました石坂市長は 市政70周年の伏見の年に2大会連続でオリンピック出場は市民の誇りであり嬉しく思っている今度はメダルを持って戻ってきてほしいと激励しました水沼選手は次はお土産を持ってきますとメダル獲得へ自信を見せました。 この地元に戻ってきていろんな人たちと挨拶を交わすたびにこうオリンピック選手になったんだなという実感が強く湧いてきています栃木県から水泳は3名の僕を含めて3名の選手が出場しますあのチーム栃木となってしっかりといいパフォーマンスができるように頑張ってまいりますので皆さんの熱い声援をどうぞよろしくお願いいたします